は勉強に疲れてしまったピチペンペン君が気分転換にピアノが得意なピアノおばあちゃんに無茶振りをする企画です。ピアノおばあちゃんが知らない曲、夜遊びの夜にかけるを制限時間6時間でピアノで覚えてもらい、どこまで高速で弾けるかの挑戦です。するのは好きだから。練習するの好きなんだ。すごいね。オーブンで6時間みたいな感じで、6時間後、おばあちゃんこれから頑張ります。グランマーというチャンネルはほとんどクラシックですけど、よかったら覗いてください。概要欄から入れます。ありがとうございました。ありがとうございました。